おはようございます。一ノ瀬はじめでおはようごす。ざいます。今日は帰ってきてるので、母ちゃんのお茶飲めますよ。元気がない。ねえ、疲れた。ふらふらする。今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温27度、最低気温17度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温20度、晴れです。なかなか梅雨明けないから、天気悪いままだね。ね、でもね、結構外いい、青空だよ。本当？はい、今朝は母ちゃんの手作りの朝ごはん。ね、雑味が出てくるよ。ね、そして、僕の大好きな、お漬物。これだけで丼食える。はい、今日も母ちゃんの手作り、味噌汁。今日は赤味噌？合わせ？卵は？ネギは？でしょ。はい、今日はめちゃめちゃいい天気。雲ほとんどないぐらい。若干涼しいね。過ごしやすいわ。それではお仕事行ってきます。午前中のお仕事終わりました。とりあえずね、昨日ビッタビタになったクラブたちを陰干し中。あ、なんかかぶってんだ、ここ。はい、こんな感じでね。めっちゃまだ芝ついてるね、これね。この辺吹いとかなきゃね。とりあえず昼休憩でなんとかしたいと思います。はい、お仕事終わって、今日はね、晴天の中、母ちゃんと、風強いな、母ちゃんとランチ、行こうと思っております。ランチだよ。今日はうどんでようかなと思ったけど。うどん？なんか、もともとの予定ね。そうそう。ちょっとね、僕がどうしてもここ数ヶ月行けてないね、あの味噌ラーメンの店にちょっと植え出してるので、ちょっとね、ちょっと母ちゃんに今日は無理を言って味噌ラーメン食べに行きたいと思います。完全に植えてるよ。植えてます。味噌、ずっと味噌。もう2ヶ月ぐらい、あの何、その月限定のラーメン食べてないもんね。ああ、そう、そうそう、逃しとるやんけ。そう、これはね、いかん。一大事だ。ちゃんと2、3ヶ月連続で続けてたのにね、続かなくなってしまったのはね、いかんや。そう、あれかね。ということで、今から行ってきたいと思います。はい、今日も麺屋一新さんの味噌ラーメンを食べに来ました。今月はね、この濃厚味噌担々麺と、このスタミナ豚バラ丼が期間限定なので、この2つをね、僕は食べていきたいと思います。母ちゃんは何食べるのか分かんないけど、ひたすら迷っております。女ってめんどくさいね。すいません。はい、僕が頼んだ濃厚味噌ラーメンじゃないな、濃厚味噌担々麺か、と豚バラ丼。美味しそうだね。で、母ちゃんも食っちゃってるけど、標準のやつだね。ド定番の合わせ味噌ラーメン。さあ、それではいただきます。うまいね。こっちもうまいわ。豚バラ丼最高。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。それじゃあ帰りましょう。はい、母ちゃんが食後のソフトクリームが食べたいというので、近くのミニストップにやってきました。はい、今日はこれからね、街の方に行ってお客さんとね、商談をしつつ、その後会合があるので、本日も飲み会でございます。明るい時間にこの辺歩いてるのも久しぶりだね。それでは行ってきます。はい、境の方にやってきました。それではね、ちょっとまあ後でなんですけど、商談終わってからね、帰り際に手持ちで、完全にギャラクシー手持ちでハイパーラプス撮るとどうなるか。さっきはね、車運転しながら、撮ってみましたけど、今度はジンバルも何もなしで
完全にフリーで手持ちでハイパーラプス撮ってみたいと思います。はい、お仕事の話終わったのでね、これからスーパーラプス、ハイパーラプスか、ハイパーラプス撮っていきたいと思います。距離短いんだけどね。はい、ハイパーラプスで約10秒ぐらいになる動画を撮ってみたんですけど、どうですかね、まだ撮って直後なのでどんな感じで撮れてるのか見れてないですけど、両手持ちで歩いてみました。